みなさんこんにちは、インターン生の西手です。今日の話は e スポーツっていう話ですね。 e スポーツはご存知ですか？それはゲームというか普通のスポーツ同じようにゲームの大会なんですね。じゃあ今 e スポーツについて話しましょうか。 e スポーツはスポーツ競技として扱い、 e スポーツ時間にとって世界中大きい影響がある。最初 e スポーツはプロプレイヤーさんを誘ってゲーム大会を参加させれた。今はトッププレイヤーたちにチームを作って、そのチームの e スポーツ選手としてゲーム大会に参加する。韓国は今世界中 e スポーツ最も強い国を誇られている。数が多い項目は韓国でセーバーしている。オクペとユルパーは仲良い経営にしている e スポーツチームと e スポーツ大会はあり、その視聴金盤も大きいです。それらに生まれた e スポーツ選手は実力と個人魅力が兼備する。 e スポーツ環境は安定しているおかげで、ユルパーとアメリカの e スポーツチームはスポンサーとファンの数が多い。 e スポーツの視聴者についてどのような数がいるのか。例えば2015年にゲームリーグオブレジェン開催されて、世界大会の決勝戦を視聴者人数は3600万が超えて、スポーツ大会のように大勢の人に視聴された。e スポーツは新しい産業として扱い、今世界中発展してついて、ゲームはただのやるだけわけではなく、チャンネルと同じようなものです。今大人気 e スポーツ項目は例えばカウントストライクとリーグオブレジェンド、ドータッツとホーストーン、オーバーワッチなど、他にたくさんゲーム、自分のゲーム大会に開催されています。以上です。